第6戦相撲で初優勝を目前に転倒を喫した加陽は右くるぶしを骨折。その怪我は未だに完治していない。加陽は右足の痛みをものともせず懸命に加藤を追撃。しかしまたしても手痛いミスを犯してしまう。11周目の第2ヘアピン、加陽は痛恨のスリップダウン。これで加陽はシーズン2度目のノーポイントとなってしまった。一方トップの加藤は58秒台前半の安定したハイペースをキープ。レース中盤には後続に3秒以上の差をつけることに成功する。松戸は山口を相手に2位争いを展開。その6秒後方ではエンデュランス NER の酒井大作とホンダ RS の中富慎一が接近戦の4位争いを展開する。トップの加藤は2位の松戸に約3秒から4秒の差をキープしたまま周回を重ねていく。そしてレースも終盤に入ると周回遅れのマシンが次々と現れ、この処理のタイミングでその差はさらに広がっている。松戸は加藤の追撃を断念。3位の山口も周回遅れのマシンに行く手を阻まれ、松戸から離されていく。スタートから一度もトップの座を明け渡すことなく安定したハイペースをキープした加藤はチャンピオンに輝いた97年の勝ちパターンを再現。そして一度は諦めかけたタイトルの可能性が再び見え始めてきた。後続に 5.4 秒の差をつけた加藤はポールトゥーウィンで今季3勝目をマーク。松戸は確実に2位でフィニッシュ。山口は第2戦相撲以来今季2度目の表彰台3位。4位争いは中富酒井の順でフィニッシュした。すごい久しぶりにトップでゴールできたんで、ですね、まあ、次 TI 年に1回あるコースなんで、まあ、去年そこで怪我してそこからレース出れなくなっちゃったんで慎重に行きたいと思います。チャンピオンとか取るためには、我慢しなくちゃいけないレースもあるだろうし、この間みたいに転んだら何にもないんで。そうですね、でも鉄球くんが転んじゃったんでちょっと悔しいですね。これで松戸と加藤のポイント差はさらに縮まり、その差わずかに6ポイント。松戸が逃げ切り初のタイトルを獲得するのか、それとも加藤が逆転で2度目のタイトルをものにするのか、 GP250 も残り2戦の戦いから目が離せない。